パーツ紛失でやる気が失せていたバンダイ HG は EF19 の完成です。随所に 3D プリンターで作ったパーツでディテールアップ、プロポーションの変更を施しています。ファイター形状は前はまだ許せますが、後ろは許せません。コックピット横はホログラムシートで赤をアレンジ。機銃は 0.8mm の真鍮線でディテールアップ。ライトを透明 UV レジンで再現。翼端灯もクリアレッド、クリアブルーの UV レジンで再現。水転写デカールを買いましたが、結局統合群マークとコーションシールをちょこっと使っただけで、あとは全部塗装です。スラスターの形状も 3D プリンターでディテールアップ。長谷川1/72ファストパック仕様と、ノーマル機は製作の参考にしていたら、机から落としてしまい終わってしまいました。この2本の腕はないです。ガウォークとバトロイド優先というのが分かります。後ろのパーツを蓋しています。コックピット内部は 3D プリンターパーツでディテールアップ。概要欄から前の動画をご覧ください。足は蛍光手を入れています。すねの外側のボリュームは削って小さくしてます。ノーズ部分と同様にラインがおかしいので削ります。機銃部分もファイター用パーツと揃えます。コンキットで一番違和感のあった前裾部分の角度を浅くします。両サイドを切り落とし、すねパーツを手で曲げて、瞬間パテで固定していきます。
わかりにくいかもしれませんが、これだけ変わっています。変形状態を維持するため凸凹があり、おもちゃっぽいのと、ファイター状態で飾ることはないので、穴を埋めていきます。肩パーツと足パーツのところでそこそこ、しっかり固定できそうですし。ここ、切り落とします。前っ側がどうも手前に膨らんでいる感じなので削ります。膝のアーマーが尖っているので、0.5 ミリのプラ板を貼ります。パーツを合わせて R を揃えます。足の後ろ側と肩の上面は片方に合わせ目が出るので筋彫りを追加しました。足のグレーの関節パーツは中抜きになっているのでパテで埋めます。ちょうどタミヤの鉄ヤスリが溝の幅でした。機銃に穴が開いていないので開けます。0.5 ミリのドリルです。爪をかける出っ張りがおもちゃっぽいので削ります。
小さい磁石を仕込んで閉まるようにします。外すときは反対側からもっと強力な磁石を使えば外れます。足の中期車輪カバーにも凸部分があるので削ります。上と下の筋彫りが合っていないので、ここは上下一体パーツのように合わせ目を処理します。グレーのフレーム部は調合したダークグレーのサフを拭きます。赤いパーツは白サフ拭いてからモンザレッドを拭きます。バーニア部はガンメタルにしました。タービン部分はダークステンレスシルバーにしました。武器はガンメタルと RLM-02 グレーを混ぜました。本体のアイボリーは長谷川のレシピに従ったつもりですが、ちょっとアイボリー寄りになってしまいました。概要欄より長谷川72分の1の動画を参照してください。
足の垂直尾翼は黒パーツですが、白サフ吹いて、モンザレッド吹いて、黒吹いています。オレンジはエナメル塗料です。肩の部分はグレーはマスキングしてラッカー系、その周りを黒のエナメル塗料を塗っています。グレー系のパーツは黒で墨入れします。アイボリー系に黒はくっきりしてしまうので、ダークブラウンで墨入れします。マークセッターを使用してしっかり貼っていきます。マークソフターを使って折り曲げます。長谷川のデカールからパイロットシールを流用します。飛行機系に対して長谷川の方が上だということがわかりますね。
ガンポットのセンサーに長谷川のミラーフィニッシュを貼ります。100均で売っているクリアレッドの UV レジンです。赤が薄いので成形後クリアレッドを塗ってます。翼端灯も同様の手順を踏んでいます。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。